稲津久氏は、日本の政治家。公明党所属の衆議院議員、党幹事長代理、党北海道本部代表。北海道議会議員、農林水産大臣政務官、厚生労働副大臣などを歴任。北海道足別市出身。北海道足別高等学校、専修大学小学部を卒業後、特別養護老人ホーム、医療法人に勤務。 1999年、北海道議会議員選挙に、空知市長管区地域から立候補し、初当選。3期務めた。2009年の第45回衆議院議員総選挙に、丸谷香織の後継候補として、比例北海道ブロックから公明党公認で立候補し、初当選。2012年の 第46回衆議院議員総選挙で、北海道10区から公明党公認、自由民主党推薦で立候補し民主党の現職閣僚、小平忠正を破り再選。12月27日発足の第2次、安倍内閣では、農林水産大臣政務官に任命された。2013年9月30日、農林水産大臣政務官を退任。二千十四年の、 第47回衆議院議員総選挙で参戦。2017年の第48回衆議院議員総選挙で小平からも支援を受け513秒差で立憲民主党の神谷博士を破り4戦。2019年9月、第4次安倍第二次改造内閣で厚生労働副大臣に就任。ありがとうございます。